複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的に究明する探偵ナイトスクープ、私が局長のカズペンです。そして、秘書の岡部真理です。当探偵局ではテレビをご覧の皆様からのご依頼に基づき、直ちに優秀な探偵を派遣し、真相の究明に当たります。はい、どうも。いやー、驚きましたね。探偵ナイトスクープ、3代目の局長になんとダウンタウンの松本人志さん、選ばれることになりました。もう驚きです。私先ほど筋トレしてたんですけれども、もうジムでね、このニュース、通知がポンって入ってきた時に、もう急いでね、もう筋トレやめて、この動画を撮ろうと思いました。と言いますのも、私は社会派消防士 YouTuber などと語っておりまして、消防のね、話だけではなくて、結構政治であるとか、経済であるとか、はたまた芸能のニュースであるとか、ドラマの話であるとか、iPhone 分解したりとか、Mac 分解したりとか、そういうね、いろんな動画を撮っているわけなんですけれども、やっぱりこのナイトスクープの話題というのは、社会ニュースだと思うんですね。もう単なる芸能ニュースではない。お好み焼きとかね、たこ焼きが関西人にとってソウルフードであるならば、探偵ナイトスクープっていうのは関西人にとってもうソウルテレビ番組なんですよ。もうそれぐらいもう小さい頃からずっと見てる番組なんです。まあ今回西田敏行さんが19年もの長きにわたり、局長を務められたと、その職を辞したいということで、次松本人志さんにバトンタッチされることになりました。探偵ナイトスクープ、まあ、知らない方のために言っておくと、初代のね、局長が上岡龍太郎さんという、まあ、これもまたね、若い人は全然知らないと思うんですけれども、すごくね、なんて芸人さんなんですけど、なんかこう、今いないタイプの芸人さんで、本当にね、ウィキペディアとか見てみてください。このナイトスクープの番組中に激怒したりね、マイク持って、大阪府警が駐車違反を放置してる言うて、そのままマイク持ったまま近くの交番に駆け込んで突撃するという、それをまた放送してたというね、そういう風なこう一悶着もあったそうなんです。ちなみにその一件があってから上岡龍太郎さんが探偵として、出ることはなっくなったそうです。というか、ないということで、なんか騒動が落ち着いたそうです。すごい番組ですよね。はい。そんな探偵ナイトスクープなんですけれども、やっぱりね、面白かった VTR って言えば、やっぱり僕の中では爆発卵、桂小枝さんがやってた爆発卵、あれはね、めちゃくちゃ面白かったですね。もう関西人だともうみんな知ってるんちゃうかっていう、VTR。YouTube とかで検索したらもしかしたら出てくるかもしれないんで、探してみてください。で、もう一個僕が個人的に好きなのは、長原誠一さんという方が探偵をされている時に、あった、ガオーさん。皆さん覚えてますかね、ガオーさん。あれめちゃくちゃ面白かったですよね。子供が寝ないということで、どれぐらいメイクね、まあ、このメイクですよね。このメイクで子供うわー言うて脅かすんですよね。それが何回かこうシリーズ化してたんですけれども、あれはめちゃくちゃ面白かったですね。僕も子供ができて全然寝ない時に、ガオーさん来るぞということで子供に言ったことあります。ガオーさんって誰みたいなね、生意気な口叩いた時にね、もう iPad でバーッと検索してね、こいつや相手見せたるんですよね。でそれでもう子供めちゃくちゃ怖がってました。画面上でも怖かったんですから、本当にね、ガオーさんが家に来た時に子供ウィエー泣いてましたけど、もうそれは泣くわっていうぐらいの、怖さでした。そして面白さでした。で最近で言うとね、実は僕の知り合いの、消防士の方なんですが、実は探偵ナイトスクープに出演されたんです。まあもちろんね、消防士ということは全然、話の中では言ってなかったんですけども、確か石田康さんが探偵で、まあ家に来られてっていうので、出演されてました。それもめちゃくちゃ面白かったです。なんか知り合いが探偵ナイトスクープ出るってなんか不思議な感覚ですけど、やっぱりね、こう、視聴者とこう、繋がってる番組っていう感じがしてね、本当にいい番組です。それにね、2週間に1回かな、大阪でね、収録も、公開収録もしてるので、まあね、こう応募して、当たれば、まあ見に行けると。結構見に行ったことある人多いんじゃないですかね。僕もね、何回か応募したことあるんですけれども、まあ今まで、こう当たったことないんで、またちょっと応募してみようかなと思います。はい、そんな探偵ナイトスクープなんですけれども、11月22日の放送をもって、2代目局長の西田敏行さんが、最後の放送となるようです。その放送には、20年以上秘書を務められた岡部真理さんも来られる。そして、最高顧問である何話のモーツァルト、木田太郎さんも出演されているということなんで、もうこれはもう必ず見ないといけない。ある意味、最終回になるわけですね。西田敏行さんにとっての最終回です。
で、その翌週の11月29日から新局長、3代目新局長になります松本人志さんの回が放送されていくわけなんですけれども、またね、これも面白そうですよね。現在ね、松本人志さん、ワイドなショーとかでコメンテーター的なこともやっておられるので、まあこのそれをね、関西でね、あの関西の朝日放送制作のこの番組で活躍していただけるとね、まあ少なくとも15年ぐらいはやっていただけるかなと、うまいこと言ったら20年ぐらい、局長を務められるのかなというところなんですけれども、探偵として出演されている芸人さんとの絡みもあるでしょうし、そういうね、素人さんの VTR をこう見て、なんかコメントをする松本人志さんってあんまりないなと思ったんで、かなり楽しみです。というわけで、今日は探偵ナイトスクープ3代目局長に松本人志さんが就任されたというお話でございました。この動画が良ければチャンネル登録とグッドボタンのほどまたお願いいたします。それではまた。そやな、オープニングの挨拶ちょっと変えようかな。今、はいどうもカズベンです、いつもご視聴高評価ありがとうございます、これ言ってますけど、ちょっと違うことを思いついた。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な消防士の不祥事やハレンチ事を徹底的にペラペラ喋りまくるカズペンナイトフィルムズ。私が局長のカズペンです。そして、これでいこうかな。これええな。いや、あかんな。いろんなとこから、反感買いそうやな。